広島東洋カープは日本のプロ野球球団セントラルリーグに所属する広島県を保護地域とし同県広島市南区にあるマズダズームズームスタジアム広島を専用球場としているまた2軍の本拠地は山口県岩国市にある広島東洋カープ U 練習場である特定の親会社を持たない市民球団を源流としており 原爆に打ちひしがれた、広島の街に、希望の光を与えることを、創設目的とするという、他球団と比較して得意な歴史を有する。地元、広島の自動車メーカーである松田が、球団の3分の1以上の株式を保有する、筆頭株主であり、球団名の、東洋も、松田の旧社名、東洋工業に由来する。ただし、松田は広島東洋カープを、 持ち分法を適用していない非連結子会社と位置づけており、親会社としての球団への資金提供など、球団経営への積極関与は行っていない。その一方で、松田創業家である松田家一族の所有株式をすべて合わせると、松田の所有比率を上回り、議決権ベースでは過半数に達する。歴代のオーナーも、松田家から出ていることから、実質的には、 同族経営を行っているという見方もある。市民が直接株式を保有するという意味での市民球団ではないが特定の企業に全面依存せずに経営を成り立たせているという意味では今なお市民球団のイメージを有する。伝統の猛練習でチームの底上げを図るも慢性的な戦力不足の結果99年は6月に13連敗。 その後も連敗を繰り返し、この年のヒットノーランを達成した、笹岡以外全滅状態の投手陣、金本が、自己最多本塁打を記録するも、全体的に低調の打線、5位に終わり、チーム防御率は3年連続リーグ最下位だったが、優勝した中日には、唯一、14勝13敗と勝ち越した。99年オフに、江藤聡氏は FA で巨人に移籍した。 また、引退直後から就任していた、大野投手コーチと、小田守備総類コーチ、8年ぶりに復帰した、大下武志ヘッドコーチも1年限りで辞任した。例年は3年連続の5位に終わり立川監督は、わずか2年で辞任した。山本が8年ぶりに監督として復帰した。しかし、チーム成績は2001年は5年ぶりに勝ち越し、勝率3位ながら、 勝利数で横浜を下回り4位に終わったが巨人には6年ぶりに、阪神には5年ぶりに勝ち越した。2002年、2代目オーナー松田光平が死去し、3代目オーナーにオーナー代行の松田元が就任する。2002年から2004年まで3年連続の5位。元対応4番松原誠をチーフコーチに昇平し、荒井隆弘が中軸打者に成長する。 一方で、金本智明が2002年オフには FA で、阪神に移籍する。2003年では、阪神が18年ぶりの優勝を果たしたため、広島は2003年から2015年までセリーグの中で、最も優勝から演ざっているチームとなった。2004年には、島厚信が、首位打者、最多安打、ベストナインを獲得している。2005年には、 投手人再生の切り札として、兄や総八コーチを昇平、荒井が本塁打王を獲得し、エース格のジョン・ベールを抑えに転向させるも、初めての交流戦での失速や投手人の不調が、響いて、最下位に転落した。この年のシーズン終了後に、山本監督が、辞任2000本安打を達成した、野村も、現役を引退した。 メディアを再生する広島時代の前田健太1950年以降の順位の変遷。青い丸は日本シリーズ優勝を示すカープでは A 級決番に準ずる制度として前任者が推薦する選手が出てくるまではその番号を空き番とする A 級預かり制度を導入している。この制度が適用されたのは以下の通り。太字はリーグ優勝は 日本一本拠地のマズダ・ズーム、ズーム・スタジアム・広島には、球団の本部の他に公式グッズを販売する、売店なども整備されている。復刻ユニフォーム、復刻版には、ホームゲーム時に限りユニフォームの袖やヘルメットに、マズダの広告が貼り付けられている。その他、以降の限定ユニフォームでは、セネームがオミットされている。背番号の書体は、 従来のものと異なり、オリジナルのものが採用された。帽子はデニムカラーにマークが赤で入ったものだったが、ヘルメットは通常デザインのものを使用した。球団マスコットは以下の3人。詳細はその項を参照。球団創立からカープーヤデビューまでは、丸に恋のペットマークを使用。当時のジャンパーにワッペンが貼り付けられていた。また、 1989年には当時広島県内で開催された海と島の博覧会の公式マスコットであるアビマルを広島市民球場でのホームランガールとして起用した。広島はチームスローガンではなくキャッチフレーズとして発表している。2010年まで広島市への原子爆弾投下が行われた8月6日に広島の主催試合が編成された場合は 旧広島市民球場は使用せず、岡山県倉敷スポーツ公園野球場、福山市民球場などで行っていた。これは球場を保有している、広島市が8月6日を原爆記念日として、休日となっているためであった。また、旧市民球場は、広島平和記念公園に近いため、当日の記念式典などによる参拝、参列者が多数訪れ、 交通機関も混雑することも考慮した上での措置であった。旧市民球場が平常となる2008年には8月6日に試合を行う方向で検討もされたが、日程上の都合で実現しなかった。2011年は53年ぶりに本拠地で大巨人戦が開催され、以来松田スタジアムで開催される試合は、毎年成京広島等の共催による、 ピースナイターとしている。2015年の試合では限定ユニフォームも着用された。カープは当初、広島野球クラブとして、広島県、広島市、呉市、中国新聞社、日本専売公社、広島電鉄、東洋工業などの広島製材会の出資で設立された。運営資金が極めて少なく、1951年には早くも、 解散内市は当時同じ中国地方の山口県下関市を本拠地としていた太陽ホエールズとの合併が検討されたが市民の猛反対にあっているこの経験から資金集めを行う講演会が設立され創世期のカープの運営を支えていくことになるまた孫募金と呼ばれるファンによる運営資金募集活動が起こり これは1960年代まで続いた。しかし1955年には、広島野球クラブの負債額は、莫大なものとなり、もはや講演会でも手に負えなくなったと判断した。広島財界は、負債を帳消しにするため、広島野球クラブを倒産させ、新たに、株式会社広島カープを設立、初代社長に、広島電鉄の伊藤信幸が就任している。 1965年には、近鉄バファローズとの合併計画が非公式に持たれ、仮に合併した場合は、形式上カープが、存続球団とする形で運営することが、検討されていたが、二代目社長の松田恒ねがそれを、拒んでいる。それについては当該校の記事を参照。1967年、東洋工業は株式会社広島カープを、 全面買収し、松田つねじは、球団オーナーとなったが、これは、当時、長期低迷する、チーム成績に加えて、広島市民球場フィーバーが落ち着いたことで、年間観客動員数が激減していたことを受けて、出資者間の主導権争いを収集し、チームの運営を安定させる意図があったと言われ、東洋工業はあくまでもスポンサーの立場に留まり、 球団経営の介入を控えた。さらに1970年代後半に住友銀行の管理下となった際に松田家が球団と地元ディーラーの経営のみの担当となったことから東洋工業松田は実質的にオーナー会社で亡くなった。これは松田がフォードモーター参加に入った1980年代以降も変わっていない。ただし現在でも 筆頭株主であることから、チーム名に、松田の旧社名が由来の東洋を残している。現在も松田は、筆頭株主として、球団株式の34.2%を保有しており、運営会社は、松田グループに名を連ねている。また、カープ選手のユニフォームの右袖やヘルメット、さらに松田ズ,ズーム。 ズームスタジアム広島のチケットに松田の広告が出され、さらに2013年からアテンザを筆頭に松田社に採用された新色ソウルレッドプレミアムメタリックがヘルメットカラーに採用されるなど、両者の関係は深い。経営状態そのものは、親会社の資金援助なしでは、莫大な赤字を出すことが状態である日本のプロ野球球団の中にあって、 その親会社がない独立再産制でありながらも、良好であり、1975年度から2013年度まで39期連続で、黒字決算となっている。特に2009年度は、マズダ・ズーム、ズーム・スタジアム、広島会場初年という背景もあって、当期売上高が117億円余りと過去、最高を記録した。ただし、この、 売上高の内訳については、2004年が、放映権料収入、入場料収入、販売、広告料収入で大半が占められていたのに対して、2009年は、入場料、収入48億円、グッズ販売20億円、飲食収入20億円と、その構成費が大きく変わっている点に留意する、必要がある。特に、グッズ販売に関しては、 2010年2011年が14億円、2012年は16億5000万円、2013年は19億5000万円と、2009年以降も、好調な売上を記録しており、売上高全体の約2割を占めるまでに成長した。これは2004年の球界再編を契機に、切羽交流戦が実現。その影響で、巨人戦を中心とした。 放映権料収入の激減が予想されたため、強い危機感を抱いた球団は、この時期からグッズ開発の強化、週末試合をナイターからデーゲームへ切り替えるなど、これまでの放映権料収入中心のビジネススタイルからの脱却を図っており、それが2009年以降に大きな成果となって現れている。2009年に球場内の球団専用施設へ22億円を、 出資したことに続いて、2010年は一軍寮の建設、2012年はクリーニング工場の建設、2014年は二軍選手送迎バスの更新、松田スタジアム横の屋内練習場建設等、新球場完成後は設備投資も増えている。また、ドミニカ共和国のカープアカデミーは、2005年から球団の経費削減の一環として運営費が、 縮小されたため、当手の育成しか行っていなかったが、2013年から野手育成を再開している。その一方、年俸総額順位は、プロ野球12球団中、2007年の10位を除き、近年は11位以下である。これは、1993年オフに導入された FA 制度、そしてドラフトにおける希望入団枠制度の、 導入により、カープにおいては、1989年には8億円であった。選手年俸総額が1997年には16億円と8年間で2倍に、急騰。2002年には17億8900万円に、達したものの、2003年以降はドラフトで獲得した、選手の伸び悩み、江藤聡、金本智明、荒井隆弘、アンディシーツ、グレッグラロッカと、相次いだ。 主力打者の流出もあったため球団成績は低迷。結果として、年俸総額が徐々に低下したことによる。ただし、松田スタジアムが完成した2009年以降は、外国人選手を多数獲得してきた影響もあって、徐々にではあるが年俸総額が高まっており、2014年度は20億8585 85万円となった。このように経営状態は良好であるものの、 球団の財務指標は公開されていないため、明確な支出状況は一切不明である。そのため、市民への一般公開を求める意見も存在している。2020年は、新型コロナウイルス感染拡大により公式戦の入場者数が制限された影響などを受け29億3487万円の投機損失となり赤字決算となったものの、経営状況は良好で、 赤字決算は1974年以来46年ぶりであった。売上高は2年連続の減収かつ、前年比83億4489万円減の85億5735万円となり、9年ぶりに100億円を下回った。入場料収入は41億3500万円減の16億6000万円。 グッズ収入は22億8800万円減の13億5600万円で、それらとは別に消毒や PCR 検査など、コロナ対策で約1億円を投じた。同時に、資本金を、それまでの3億2400万円から5000万円に、減資したことで、税法上では、中小企業の扱いとなり、税の優遇措置を受けられるようになった。 広島カープの特徴を挙げるとき、よく評されるのが、巧みなスカウティングと育成能力である。特に1975年半ばから1980年代、半ばの赤ヘル黄金時代には、広島を中心とした中国地方選手の育成、活躍もあり、広島経済の好調さなどの要因が、相まって、観客動員数を増加させた。つまり、 好調な広島経済地元選手を育成する地域密着スカウティングによる補強カープの活躍、観客動員の増加球団経営の健全化、チーム協会の再藤資連覇という好循環が作用した。1979年から1980年シーズンの連続日本一はこの好環境が築き上げた金字塔と言える。これは広島で 黄金時代の基礎となる選手を育てた根本六夫がその後チーム作りに関わった西武ライオンズや福岡ソフトバンクホークスでも同様のプロセスで球団の改革を行っている。またホークスが1993年に導入された新ドラフト制度や FA 制度をフル活用した手法は地元九州出身選手を獲得していく広島カープで見られた。 地域密着チームの活躍再投資という好循環のメカニズムを新たに発展させたものとする論調もある。またオリックスブルーウェーブが1995年の阪神・淡路大震災という負の遺産を背景として一時的に地域密着効果を生み観客動員を増加させたのは広島カープに見られた観客動員数の増加補強の充実チームの 活躍再投資というメカニズムが見られたとも論じられる。1993年に日本プロ野球でも FA 制度が導入されたが、導入当初の広島は FA 権の行使後の残留は一切認めないという方針であった。これは FA 権を行使した選手の年俸及び契約金が翌年以降の活躍以下にかかわらず高騰してしまうリスクがあるためであり、 資金力に乏しい広島の経営を圧迫する危険性があるからである。また、松田幸平前オーナーの、球団は家族、選手は子供。両天秤にかけて、家族を選ぶ子供がいるだろうかというチーム感が、威嚴として残っているということもある。しかし、選手にとっては、他球団の評価を聞くには、 FA 権の行使が必要であるため、浅井樹や金本智明などのベテラン選手は、FA 残留を認めるように球団と再三交渉をしてきたが、結局認められず、行使した金本は残留の選択肢がないため阪神へ移籍した。そんな中、2006年オフに、エースの黒田博樹が、FA 宣言を示唆する発言をした。投手陣が、 弱体化している球団にとって唯一安定した成績を残していた黒田の流出はチームの死活問題となりかねなかったためこの時は例外的に FA 残留を認める方針を掲げたこの影響で球団のスタンスを変更し現在では FA 残留を基本的には認めないと態度を軟化させている事実2007年オフに荒井隆弘が 2008年オフに、東出明広氏が、2018年オフに、丸加工が、FA 権を取得した際、球団は、それぞれの選手の FA 残留を認める方針であった、ことを明らかにしている、東出は行使せず残留。ただし行使後に残留に至った実例は2020年、現在なく、中には2015年オフの木村昇れのように、 FA 宣言するも獲得に乗り出す球団が現れず、広島との再契約も認められなかったため、FA 選手で初めてた球団の入団テストを受ける、事態となった例も存在する。他球団の FA 宣言選手の獲得については、2009年に日本ハムから FA 宣言した、藤井修吾について調査し、2010年に横浜から FA 宣言した。 内川誠一の獲得戦線に参戦していた。しかし内川はソフトバンクに入団したため、2020年現在、広島はセパ12球団の中で唯一の FA 選手獲得経験のない球団となっている。初の地方遠征カープ発の地方遠征は1950年3月16日に福山三菱球場で行われた対中日一回戦だった。 6月7日には、広島県内で、初のビジターゲーム、太陽対広島6回戦が、現在三次市の10日、市長営野球場で行われた。開催地は、この数日前に草競馬が催された河川敷。馬糞が所々落ちている雑草を茂る原っぱである。客席は三塁側が川の包みで、傾斜面がスタンド。平坦な一塁側は、 馬車や荷車を並べて観客席を作った。座布団代わりに一束二十銭で麦の藁束を売り、品切れになると隣の田んぼからいくらでも補充した。両軍ベンチは馬が繋がれていた丸田んぼに板を打ち付けた即席ベンチ、もちろん屋根はない。ベンチ前にはバケツが置かれ、消防団員が 手押しポンプのホースを伸ばし、近所の農家の井戸から水を汲み上げ、バケツに注ぐ。これが選手たちの飲み水である。スコアボードは小学校の黒板。一枚では数字が読みにくいと2枚並べた。外野柵はところどころに青竹を立てて、荒縄一本を腰の高さに張り巡らせた。 両翼のポールがないことに試合直前に気づき、慌てて田んぼから稲干し用の丸太を引っこ抜いて立てた。この環境で公式試合がスタート。雑草や凸凹のグラウンドで、5回にして、カープが早々全員安打の15安打、7回には2、死から死球1つを挟んで8本の長短打を放ち10点。ゲーム途中で先発全員得点、全員打点。 毎回安打、1イニング3本塁打を記録。カープがこの試合で記録した28安打は、2019年終了時点でも、セリーグ記録である。22得点は、球団記録。この試合を現地で取材したプレスは、朝日新聞、共同通信社、読売新聞の3社のみで、野球担当になって間もない記者は、スコアブックの記入に苦戦した。 この試合から両チームの打ち合わせで、外野柵の縄張りの上を越せば、本類だ、下をくぐれば二類だと取り決めた。この試合で外野にお客を入れたかはわからないが、その後外野にお客を入れると、ファンが、カープに有利になるような輪を動かした。これで問題を起こしたのが口述する、縄ホームランである。全国各地での主催試合カープは、かつては、積極的に、 地方遠征を行っていた時期があり、日本ハムの北海道移転や楽天の球団創設以前は、東日本と北陸を中心に、北は北海道から南は鹿児島まで全国各地で主催試合を行った。球団創設当時の1950年代は主に広島県のその他の球場のほか岡山県や山口県。 島根県といった中国地方での地方開催が多かったが、特に1980年代から1990年代にかけては、北海道と東北六県すべてで主催試合を行うなど、広範囲で地方開催を行ったこともあった。それ以降も2000年代にかけて、東北地方のほか長野や、どちらかといえば、中日のテリトリーである金沢、富山、 福井の北陸三県でも主催試合を行った。このため、当時の主力選手であった金本智明は、現役時代、後移籍した阪神タイガース時代も含めて、史上2位いとなる33球場で本塁打を放ったというエピソードもある。だが、2000年代半ば以降は、地方での主催試合は大きく減少し、本拠地が、 現在のマズダ・ズーム、ズーム・スタジアム広島に移転した2009年以降は、中部、北陸で若干行われた以外は3時やくれといった、広島県下の球場での開催にほぼ限られるようになった。特に、黒田博樹が広島に復帰して、以降は、本拠地のチケットが入手困難化したこともあり、地方開催は年に1から2試合に止められ、それも3時。 くれ、おのの広島県下のいずれか球場に限られるようになった。さらに2020年は新型コロナウイルス感染症拡大の影響で開幕が6月に延期されたこともあって地方開催は行わず主催試合は全60試合ともマズダズーム、ズームスタジアム広島で開催された。2021年も同様に地方開催は組まれなかった。 なお、二軍に関しては、2021年に、広崎市運動公園野球場にて二軍交流戦2試合を開催予定であったなど、わずかに地方開催を続けているが、この2021年の広崎市での試合は、新型コロナウイルス感染症拡大への懸念から、すべて中止となった。1五十一年開幕前、セリーグ内で、広島カープ解散の案が浮上。 広島球団の経営が選手の月給すら定期に払えない限界状態に達していること、補強策が整っておらず前年同様に再開が決定的であること、それらの問題を抱えたカープがセリーグの評判を落としかねないことが主な理由だった。議案は同年3月16日に開かれるセリーグ理事会で可決の見通しまで立っていた。当時下関に 本拠地を置いていた太陽ホエールズとの合併か、それとも解散かという瀬戸際の中、広島球団はあらゆる企業に出資の伺いを立てるが実らなかった。3月13日、NHK 広島放送局がカープ解散を報じた。解散の方を聞いたカープファン8人が自然発生的に集い白石勝美ら主力選手のサインや 必勝広島カープのメッセージが記されたバットを手に、県庁、市役所、広島電鉄、商工会議所、中国新聞社へ乗り込みカープへの支援交渉を行った。この8人の名もなきファンの行動により、カープが市民からいかに愛されているかが示され、多くの広島の企業、広島市民、県民から援助を受けることとなった。広く援助を呼びかけるために、 球場前には、損が置かれた。この、損募金などに代表される支援で経営は、多少の改善を見せ、球団合併、解散危機は回避された。1953年4月1日、尾道西高校の校庭で開かれた、洋松ロビンス3回戦で、4回広島、白石勝美選手の放った打球が、宇宙間に飛び込む、本塁打となったが、 このプレーを巡りを待つ、小西徳郎監督がことを唱え主審に打ち直しを要求した。戦術のように3時での試合から、外野柵の縄張りの上を越せば、本塁打、下をくぐれば二塁打という取り決めがあり、この試合も、皇帝のため外野柵がなく、客席とグラウンドは、ロープだけで仕切られた状態にあった。そのため、広島を勝たせてやりたい。 広島の選手に得点を与えたいといったファンの欲望からロープをわざと前に押し出したのではないかとも抗議をした。それまでロビンス選手の打球が外野に飛来するとカープファンが縄を高々と差し上げカープ選手の打球が外野に飛ぶと縄を下げたりするので小西監督も腹を据えかねていた。 当時公式戦を開催できる基準の会場が広島県内には少なかったため学校や企業のグラウンドを会場にした試合は珍しくなかった。福山三菱電機グラウンドや大竹警察学校グラウンドでの開催もある。そのわずか11日後の4月12日、今度は広島総合球場を舞台にした同じカードで洋松選手の本塁打をめぐってファンが グラウンドに乱入し、小西監督と審判に暴行を加えるハプニングがあった。この日、第1試合は24で、カープの負け。第2試合は終盤がまで、カープリードで8回表、陽松の荒川昌司が、走者2人を置いて、大田垣義雄の速球を、レフトポールに直撃する逆転スリーランを放ち、カープが、逆転負けを食らうと、こんなもんがあるから、 カープが負けるんじゃと、ファンがその左翼ポールを引き抜いてしまうという陳述も起きた。この騒動には三つの原因があり、荒川が、やーい、ざまあみろ。と、スタンドで騒ぐカープファンをからかう仕草をやったこと。三類の、谷口累心が先に、フェアのジェスチャーをし、荒川が二類を回る頃、改めて本類打のサインを示し、ファンから見れば、ジャッジの訂正のように見えたこと。 カープの石本周一監督が騒ぎ出したファンを納得させようとマイクを通じて事情を説明したが自分はそうは思わないが累進がホームランであるというからなどと曖昧なことを言うから興奮したファンに油を注いだことであった試合終了後さっき立つファンがなだれ打ってグラウンドへ乱入し谷口累進杉村主心らに暴行を働いた そのうち十数人のファンが長い左翼ポールを引き抜き、審判団の逃げ込んだ道具置き場までポールを持っていき、審判、このポールのどこに当たったんじゃ。い,いえ、と叫び、さらにポールで道具置き場のドアを突き破ろうとした。朝日新聞記者、塩口清津は、暴れるカープファンを片っ端から取りまくり、翌日の朝日新聞は、社会面のトップにこの事件を掲げ、 週刊朝日や朝日グラフも大きく取り上げた。結局夜まで審判団を缶詰にし、警官隊が出動する騒ぎになった。尾道の事件後、連盟から内外野の柵は縄を使用してはならない。何らかのフェンスを設置することという指示が出て、大竹市の自衛隊演習場で開催された4月16日の巨人2回戦は、急遽、 鉄筋コンクリートの建物を作る際にセメントを流し込む囲い板でフェンスが作られた。2015年9月12日、阪神甲子園球場で行われた阪神タイガース戦で12回表、一市ランナーなしから広島、田中広介の打球が左中間フェンスのスタンド側に張られたワイヤーで大きく跳ね返り、外野を点々としていた。 田中は三塁で止まったものの広島側のベンチは、ホームランをアピールした。審判団は、ビデオ判定による競技で、フェンスのグラウンド側で跳ねた、ボールインプレート判定し三塁だとした。後続打者は凡退し2から2の引き分けに終わった。試合後、カープは、NPB とセリーグ両事務局に抗議文を送り、NPB は一度フェンスを越えていたと誤信を認めた。 ものの記録や成績の訂正は一切行わないとした。広島はシーズンを69勝71敗3分で終え、3位阪神とは0.5ゲーム差で4位となり、クライマックスシリーズを逃した。この試合に勝っていれば広島は70勝71敗2分、阪神は70勝72敗1分で、広島が三位になっていたので非常に大きな誤信になった。 なお、2015年は B クラスで終わったため本来は2017年の開幕権はなかったが3位の阪神が返上したため2017年は松田スタジアムで開幕戦を迎えることとなった。1964年入団のアニア総八は当時アメリカの占領下にあった沖縄県出身で沖縄高校琉球タバコを経てカープに入団。 沖縄県初のプロ野球選手となった。その年は3勝しか挙げられなかったが、その後入団する外父、木場吉郎と共にカープを代表するエース投手として活躍し、通算119勝124敗の成績を残した。1975年に阪神タイガースに移籍したため、カープのチーム初優勝は敵チームとして見守る形となったが、 1980年に復帰し、チーム初の連覇、日本一連覇のメンバーとなった。2005年には、投資コーチとして復帰、白いあごひげを蓄えた、サンタクロースのような風貌に加え、チームのユニフォームカラーが赤と白だったので、アニアサンタとも呼ばれて注目が集まった。厳しい走り込み、投げ込みを欠かさない、などの、 アニア流を確立するも、投資王国復活はならず、その年限りで対談となった。1966年に、東京都に在住する、広島県人の著名人有志が、カープを優勝させる会という団体を発足させた。発起人は、東京で趣味の雑誌、酒を、編集、発行していた広島県出身の作家、佐々木久子だった。この発足に、 梶山俊幸、石本美ゆ新シ兼ド藤原博達、木村イ杉村春子、森下陽子ら広島出身者と、広島やカープ選手に、ゆかりのある、ハ田勝彦や富永一郎、その他、アンチ巨人で有名だった、大谷総一や梶山の飲み友達だった、田辺も一らが参加した。佐々木によると東京は、巨人のファンだらけでうんざりしていて、 しかも当時の広島も最下位か5位が当たり前、良くて B クラスの勝ち越しと予想されるほど弱かったため、西から太陽が昇ることがあってもカープが優勝するどころか A クラスに入ることなんか絶対にねえ。とバカにされていた。このままでは東京コンプレックスがひどくなる。それを跳ねのけるには強度の花たるカープを優勝させるべく応援しようではないか。 と立ち上げたのだそうである。しかし発足させたのはい,いが2年後に、初の A クラスに浮上したのが、精一杯で、佐々木のカープが優勝。巨人は再会という叫びは痛々しく聞こえていた。しかし1975年チームが、初のセントラルリーグ優勝。しかも巨人初の再会も実現するというおまけ付きで、そればかりか優勝が決定したのは、 巨人の本拠地、高楽園だった。こうして、カープを優勝させる会は1975年に解散したが、途端に低迷。これではいけないと、佐々木は、再びカープを優勝させる会を1978年に発足。するとチームは1979年に初の日本一、翌1980年には、巨人以外では、 セリーグ初となる2年連続日本一を達成した。カープは過去に1979年、1980年、1984年の3回、日本シリーズに優勝している。通常は、日本シリーズの最優秀選手には、トヨタ自動車から自動車が贈呈されるが、この3回は、それぞれ最優秀選手になった、高橋義彦、ライトル、長島清之の、 各選手には、球団のスポンサー企業であるマツダからの自動車が、贈呈された。ただし、カープが敗れた1975年、1986年、1991年の MVP 選手には通常と、同じくトヨタ自動車製の車がプレゼントされている。なお、マツダは、その後、NPB オフィシャルスポンサーとなったが、2007年以降日本シリーズ。 最優秀選手に対する自動車の贈呈は中止された。MLB では各チームが将来有望な選手を育成するための研修組織として、トミニカ共和国とベネズエラにアカデミーを開設しており、毎年夏季にはそれらの対抗戦、サマーリーグが開催されているほど野球熱が高い。日本ではそれまで、株組織は国内の2軍だけだったが、 チームが MLB などで活躍する一戦級の選手を獲得することでの予算の問題、また純国産打線での戦力低下などによる数々の難点を危惧したことを受けて、上記 MLB のアカデミー制度に注目。1990年に日本球界史上初のアカデミー、カープアカデミーをドミニカ共和国に開設し、開設5年後をめどに、 日本に送り出すことを目標とした。その結果1995年にチェコ投手がアカデミー出身選手初の現役選手登録を果たした。その後もペレス、ソリアーノ、ペルドモラが同アカデミーから来日し公式戦でプレーした。この他公式戦出場はなかったものの1992年に 同アカデミー出身の選手が支配か登録されている。1983年、長島清之が、背番号0で、公式戦に出場した。背番号0は、戦後初期の頃に公式戦に出場しないブルペン保守、等がそれをつけた事例があったが、公式戦出場者では、日本プロ野球史上初のことだった。この長島が全試合出場を果たし、 一躍レギュラーとなったことから、背番号0割った球団にも広まっていった。1990年5月12日の対巨人7回戦。6回表の巨人の攻撃が始まろうとした19時20分、黄色の風呂敷で頭と顔を包み、黄色の忍者のような服装、背中にリュックサック、足に、黒色の直たびを履いた男が出現。一塁、ガワダグアウト付近から、 バックネットの頂上までよじ登り、リュックサックから垂れ幕を取り出しネットにかけて広げた。向かって右から、巨人派永遠に不潔です。ファムアザムクナ、天中。悪派必ずずつびる。この他にもう一本、カープ派永久に不滅ですと書いてあったと言われるものがあったが、リュックから取り出す際に、グラウンドに落としたため掲げられなかった。 垂れ幕をネットに掛け終えると、三塁側巨人ダグアウトに、顔を向け何事かを怒鳴った。さらにネット上で三本の発煙筒を焚き、煙玉とおもちゃの手裏剣を投げた。約九分後に男は降りてきたが、飛び降りた際に足を骨折、そのまま待ち構えていた。警察官によって、威力業務妨害の現行犯で逮捕された。男は、 東広島市に住む39歳の農業、経営者であった。男は、後日威力業務妨害罪で、略式起訴され、罰金20万円の刑事処分を受けた。この事件については当日、NHK が試合を生中継していたため、中継内でも一部始終が放送された。事件の天末について、2018年3月2日に放送された、爆報 ザ・フライデーにて、男が匿名を条件に、VTR 出演した。男が事件を起こした背景に、当時世間で問題になっていた、巨人選手の裏金問題があり、それに対する不満があったという。当然、巨人ファンからバッシングされることとなり、男の家族も、警察の要注意人物となり、バッシングが及んだという。番組では、当時試合に出場していた。 川口和久が男の元を訪れたイ面。川口はこの事件でペースが狂いチームが試合に敗れ自身の成績にも影響が及んだことを話すと男は深々と謝罪した。ファンサービスの一環として2005年3月12日に広島市民球場で行われたソフトバンクとのオープン戦で日本球開発の試みとして審判にボールを渡す役目である。 ボールボーイならぬ、ボールドッグを、オスのゴールデンレトリーバーのミッキーが務めた。3回裏と5回裏終了後に、ボールが3個入ったカゴを口に加えて登場したが、ボールを3つすべて渡さずに1個残したまま、持ち帰ったり、ボールを審判ではなく、保守に渡そうとするハプニングもあった。ミッキーの八歳の誕生日でもある4月10日の、ヤクルト戦で公式戦デビューを果たし、 5月21日の楽天戦では、球団が特注で用意した背番号111のユニフォーム姿で登場している。その後、カルビー社発行のベースボールカードに採用されるなど、人気は全国区のものとなった。9月2日の巨人戦では5回裏終了後に、ミッキーを加え広島県下の101匹の犬が、広島市民球場のグラウンドを更新するという。 イベントも開催された。あまりの人気によりミッキーの自宅にまで押しかけるファンが現れたことや恒例などによって一時は引退騒動も起きたがファンからの続投要請の声を受け2005年シーズン終了まで登板した。結果この年のチームの成績自体は再開と頑張しくなかったもののミッキーの登板は観客動員に大きく貢献した。なお2006年シーズンも4月4日 4月25日、5月16日に登場した。この人気は、打球団に波及し、2006年からは、千葉マリンスタジアムでもテレビ東京の番組、ペット大集合ポチタマとのコラボレーションで、ラブラドールレトリーバーのエルフを、ベースボールドッグとして採用。2006年6月4日にミッキーと共演を果たした。また、オリックスバファローズは、 2006年にベースボールドッグに対抗したベースボールモンキーとしてボールのカゴを持った猿のゴーを起用。しかし、エルフもゴーも体幹集大声援を前にしたストレスから体調を崩してしまい、ミッキーほど長期間にわたる活動はできずに終わっている。2006年7月21日に神宮球場で開催されたオールスターゲームでは、 救援という大舞台でありながら完璧に仕事をこなした。ミッキーが広島市民球場以外でボールドッグを務めたのはこれが初である。2007年以降は高齢のためベースボールドッグを引退し、広島県北広島町に住む飼い主のもとで余生を過ごした。2009年4月8日、老衰のため11歳で死亡。 同4月14日の本拠地の試合では、球団記を半記にし、哀悼の意を示した。広島は、プロ野球の応援スタイルにつながる、数々の応援方法を生み出したことでも知られている。豊田康光は、今のプロ野球の応援スタイルの起源は1975年の、あの、赤ヘルブームにある。熱狂的な広島ファンが、 初優勝に向けてあの応援スタイルを作り出したと述べている。ベースボールマガジン社も日本のプロ野球の応援スタイルは多くがカープの応援団がそのスタイルを確立したものといって過言でないと論じている。また、長井義和、橋爪深夜の共著南海ホークスがあった頃では広島の応援団は日本のプロ野球界の共有財産となるような 応援スタイルを生み出していったその方向性は1975年の広島からもたらされたと言っていい。広島カープのファンはプロ野球の応援に関する限りノベーターの称号を与えられるにふさわしいと論じている。数ある日本のプロスポーツチームの中で最も企画力に富んだグッズを生み出し続けているのはカープであると言われている。かつては 文鎮にしか使えないものばかりと揶揄された時期もあったが、これまで数多くのシャレの効いたグッズを販売してきた実績がある。2006年には、当時のマーティ・ブラウン監督のおなじみのパフォーマンスをモチーフにしたベース投げ T シャツを、2007年には山崎孝二内野手が対戦相手を隠し玉でアウトにしたことをネタにした隠し玉 T シャツまで販売した。その後も、 パンツやギターに台車、壁掛け時計など、プロ野球チームのグッズとしては、もの珍しい商品を、次々と販売している。この他にも、ブライアン・バリントン愛用の爪磨きや、キラカ・アイフェなどの顔がデザインされた、アロハシャツといったユニークな商品に加え、iPhone ケー,ース、バッグなどもデザインが豊富で、すぐに売り切れになってしまう商品も多い。また、初勝利を収めた、 新人投手や劇的なサヨナラ本塁打を打った選手の枚数限定 T シャツを即座に販売することもよく知られている。この限定 T シャツの人気は高く、特に2014年に発売した T シャツの売れ行きは絶好調であり、キューリアレンやオーセリオ大地の初勝利を記念した限定 T シャツは販売当日に完売している。さらに、 2014年4月2日の対ヤクルト戦、堂林翔太のシーズン初本塁打による、サヨナラ勝利を記念した400枚の T シャツを、4月4日12時から、インターネット限定で発売したが、わずか5分で完売した。丸加工が、千葉から広島に来て、カープという球団が、広島の人にとってすごい、身近な存在だということに驚いた。どこもかしこもカープで、 コンビニでは普通にグッズが置いてある。広島ってこういうところなんだと新鮮なカルチャーショックでした。僕の出身の千葉はロッテのお膝元ですけどありえないですと話したことがあり、地元民にとってコンビニにカープグッズは当たり前である。赤は伝統的に色彩マーケティングでも購買色や興奮色と言われるカラーであり、 応援グッズが可愛いこともカープ女子増加の要因の一つという見方がある。球界でも一番商品開発をして最も物販の規模が大きいのもカープである。球団によってはグッズを売ってもロイヤルティしか入らないところもあるがカープは制作から販売まで自前。球団の収入に直結し2009年にツダスタジアムに本拠地を移して以来 3億から4億円だった売り上げは、2014年に20億円以上を売り上げ、球団収入の20%を稼ぎ出し、十数年で15倍に伸ばした。25年ぶりに、リーグ優勝した2016年には、記念商品などで収益を押し上げ、グッズ収入は、前年比17億3000万円増となる過去、最高の53億円となり、球団の、全、 売上高の30%近くを占めるまでに成長した。地元での愛され方が多球団と違うと豪語されるほど広島県内におけるカープの人気は絶大なものであり、県内の至るところでその影響を受けたものが参見される。広島県外のカープファンはもともとその多くが広島県出身者ないしその近親者であるが、 特に北海道にある北広島市は広島県人が開拓した街でもあるのでその流れで旧来からカープファンが多く見られる他にも広島とは縁はなくとも周りのカープファンに影響されカープファンとなった久米広市などの例もあり2021年では人気は全国区となっているとされる1993年に球界はフリーエージェント ドラフトでの逆指名の両制度を導入し、選手が所属先を選べるようになったことで、資金力に欠ける広島は、主力の流出や有力新人の獲得で苦しみ、長期低迷したが、2013年には16年ぶりに A クラス入りしたことで、風向きが変わった。巨人や阪神、ソフトバンクのように補強に頼らず、若い生え抜き選手を地道に育成して、 クライマックスシリーズに初進出したことが世間の共感を呼んだ。松田元オーナーは若い選手を育て強いチームに勝つという球団の考えに賛同してくれているのではと分析した。カープ施設応援団、ヒゴイ会によると関東地方のカープファンが増え始めたのは2003年頃からという。2013年時でファンクラブ会員1万5000人のうち、 約2割が関東在住者だったと言われ、ファン向けフリーペーパーは都内の飲食店に配布されるとすぐになくなると言われた。全国的にファンが増えたのは突然ではなく、大都市圏を中心にカープファンが増加したことで、東京ドームでの巨人戦はもちろんのこと、2011年頃からの神宮球場でのヤクルト戦を中心に関東のカープファンの作る列は、 少しずつ長くなっていった。ヤクルト球団によると、神宮球場の広島戦の観客動員数は、この5年で三塁側を中心に倍近くまで、膨れ上がったという。また、同球団営業部の黒石政治課長は、広島戦が巨人戦、阪神戦に代わるドル箱になったとした上で、赤いユニフォームばかりで、本拠地みたいな雰囲気になると驚いている。2013年、 阪神とのクライマックスシリーズにおいては、甲子園球場のレフトスタンドから三塁アルプス席の、ほとんどが赤で埋め尽くされた。多くの阪神ファンが、こんな甲子園は見たことがないと語った。本拠地、松田スタジアムの平均観客数が増え始めたのは2014年の、ため、広島県外から先にカープファンが増えたと考えられる。 カープファンの増加は2009年のアメリカのボールパークを意識したマツダスタジアムの会場や2014年黒田博樹の復帰なども要因として挙げられる。このように広島とは縁もゆかりもないカープファンが地域、世代を超えてカープを応援するようになったことで近年においては年々注目度を増している。カープ女子2013年 特に首都圏でのカープファンの急増とともにマスメディアに取り上げられたのがカープ女子である。ネーミングの発祥は不明であるが、2014年にもチームが開幕から好調なこともあって、さらにメディアへの露出を増やし、2014年の新語、流行語大賞のトップ10に選ばれた。カープに、 女性ファンが増えていることは2011年頃から一部のメディアには取り上げられており、その頃はカープガールと呼ばれていた。その後2013年9月30日の NHK ニュースを地球内で放送された、なぜ首都圏で急増カープファンという特集の中でカープ女子という言葉が使われ、一気にそのネーミングが拡散し、CS に進出が決まった頃は、 カープ女子という単語はすっかり一般化したと言われる。多様な側面から NHK で特集が組まれ、続けてきた球団はカープ以外にないとも言われる。様々なジャンルの女性ファンに相性をつける習慣は、ここから広がったとされ、女性ファンを取り込むという戦略は、ダ球団、ダスポーツにも波及した。2013年から2016年度の4年間のでは、 広島カープを応援する人の割合が、カープ女子が話題となった影響などで、プロ野球チームの中で唯一増加していると言われる。2014年5月10日、カープ球団が首都圏を中心に増え続ける、女性ファン向けに、新幹線で、松田スタジアムへ、号、関東カープ女子野球観戦ツアーを開催し大きなニュースになった。 女性スタッフの発案を松田も東南らが採用して西日本旅客鉄道、資生堂などが企画に賛同したことで実現した。関東在住の女性を対象に球団が東京広島の往復の新幹線代約500万円を負担するという太っ腹ツアーで募集時に248人に対し2305人の応募があり、 倍率は15倍超という驚異的な競争率だった。この日の試合はカープが中日ドラゴンズ相手に13対5で圧勝し勝利投手となったエース前田健太がヒーローインタビューで関東から新幹線でカープ女子の方が来てくれたということで勝ててよかったです。応援ありがとうございましたと感謝の言葉を述べた。このツアーの模様は後日。 日本テレビニュースゼロで特集が組まれて全国放送された。2014年は全国で増加するカープファンやカープ女子に注目するテレビ番組が相次いだ。2014年5月7日のテレビ朝日のマツコアリシの怒り浸透では収録スタジオがあらゆるカープグッズで埋め尽くされた上番組内で様々なグッズと選手が紹介された。 翌5月8日の日本テレビの z i p では、会心劇を続けるカープのユニークな客席が魅力の松田スタジアム、次々と生まれるユニークなグッズ、超体育会系の応援スタイル、強さが特集された。5月13日にも同局のニュースゼロで増え続けるカープ女子に関する特集が組まれた。さらにその翌日の5月14日、 同じく同局の ZIP の料理コーナーであるモッコ S キッチンにて野村健次郎監督がこの番組のファンであることが紹介された。5月22日には富士テレビの目覚ましテレビのここ町でカープファンの特集が組まれ、広島県外のカープファンの増加、かわいグッズ、記念 T シャツ、若い生え抜き選手、わかりやすく楽しい応援などが紹介された。 特に読売新聞のグループで巨人のお膝元である日本テレビが情報番組で連日広島東洋カープに関するニュースを放送するのは極めて異例であった。25年ぶりのリーグ優勝を決めた2016年には各テレビ局がカープファンを取り上げた企画やテレビ番組を放送しアメトーークで3回目の広島カープ芸人が放送された。 この放送会が地元広島で23.6%の高視聴率を記録し、その熱狂が新聞でも報道された。この頃から過剰な郷土愛を押し出した番組が増えたと言われる。一方、2016年11月30日放送の水曜日のダウンタウンでは、にわかカープ女子一斉的発という企画が放送され、都内及び広島県のカープ女子に、 チームに関する問題を尋ねたところ、都内のカープ女子は、チームの基本情報のみならず野球そのもののルールさえも、知らない人が大半を占め、ブームの実態を浮き立たせる結果ともなった。なお、このように、カープ女子が、ブームになっているものの、その一方で、カープには、NPB12 球団で唯一、公式の女性チアリーディングチームが存在していない。似た組織としては、 一般人3名で構成されたホームランガールが存在しており、本塁打を打った広島の選手にホームラン人形を贈呈している。また、5回裏の応援、CC ダンスの際にはビールの売り子がタンクを脇に置いてスタンド通路でパフォーマンスする。カープ女子の増加とともにカープ関連の本が多数出版された。 カープ本は2005年頃から人気が出始めたが、カープ女子の拡大に貢献した、球場ラバーズの連載が始まった2010年10月、頃はまだ、カープの漫画なんて、隙間産業では、と笑われたと作者の石田厚子は話している。しかしその後増え続け、2014年は、過去最多の32点が出版され年末には、カープ本100冊。 全部読んでみたと題する本まで出た。カープ本という言葉も定着し、広島県立図書館では時折、カープ本特集の展示がある。1950年の球団創立から1975年の初優勝までの25年間に出た、カープ本は1960年、カープ東京講演会の会長だった池田隼人が、 内閣総理大臣に就任直後に出版されたカープ風説11年一冊のみと言われる。同書には関東に池田の写真と推薦文が載る。著者の川口号はカープの元球団代表。1975年の初優勝で事情が一変、優勝から一週間後に、やったぞ。カープが出版され以降、耐えて勝つなど、次々発行された。 1980年代からは、スター選手を取り上げた本が増え、2015年1月、現在で、カープ本は290点を超える。得点が入った際に、宮島さんの官主が、おみくじ引いて申すには、今日もカープはカチ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 と歌われる通称。宮島さんは、1901年の昇華、花咲きの替え歌で、この時代に、 宮島の対岸である、当時の地後前村の野球大会で歌われ始めたものが、元祖。花咲爺の替え歌は全国にあるというが、宮島さんは、最も有名な替え歌と言われる。広島では、その後、広島高等師範学校や、広島商業の応援歌に取り入れられ、広島商業など、広島代表が甲子園に出場すると、宮島名産のしゃもじを、 カチカチと打ち鳴らして、いつも交渉がチカチカチカチなどと応援したが、1988年夏の、甲子園での広島商業6度目の全国制覇に、あやかり、1989年から、カープの応援歌として取り入れられた。宮島さんは、2017年2月22日発売の、加納広氏のアルバム、燃える、赤減る僕らのカープに収録されている。ありがとうございます。